雨がめちゃくちゃ入った。皆さんこんばんは。本日は島根県江津市に来ております。今回は夜釣りでライトカゴ釣りをしていこうと思っております。前回ミニタルカゴで尺アジがすごい釣れたんです。もしかしたらライトカゴでも来るんじゃないかなと思いまして、これから場所まで行っていきたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。では到着しまして、タックル紹介でございます。ヒビキイソフタセ EX、 今回は3号を使います。リールはフリームス LT2500D、 ラインは 2.5 号使おうと思います。夜釣りなので電気浮きを使います。電気浮きは8号です。赤色に光る電気浮きを今日は用意しました。カゴは6号、こちらを使います。下の方に鉛があるような網状のカゴになります。ハリスは 2.5 号です。針は7号を使います。ライトカゴなので全体的に軽めのタックルになります。ではよろしくお願いします。早い、マジでラインがパーッと出てきました。喋ろうと思った途端に、こんな早い、おー、でかー。皆さんやりました。1投目でもう尺アジです。ゲットしました。またまたすごい早かったです。ラインがバーッと出ていきまして、浮きがもう一気になくなってました。投げてもう1分も経ってないと思います。相当早い、素晴らしいアジです。ライトカゴ釣りでも来ました。やったー。いや、まさかまさかの1投目で来ると思わなかったですけど、同じように巻き餌を入れて、カニが巻き餌を食べに来ましたね。結構さっきは近場だったんですけど、それでも来ましたね。しかもしゃくってないです。怪しい怪しい。ちょっと波気があるので分かりづらいですが、かなり怪しい動きしてます。若干ではありますが、右側に潮が流れている感じです。今日潮は中潮です。風は南西の風、2メートルとなってます。あ、来た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 。おー、浮きがめちゃくちゃ入った。おーとととととととおー、ちょっとずり上げて、最悪。今回もしっかり針先を出してまっすぐにしてます。ライトカゴ釣りなのでタックルが軽いんで疲れにくいがいいですね。前回は緑色のセミホタルを使ってたんですが、今日は電気浮きで赤色を使っているのでより一層見えやすいです。前回タルカゴの時はほぼ固定で花は取ってたんですが、おっ、入った。よし、入りました。お、これも結構引くぞ。よいしょ、これもでかいな、かなり大きい。これもまだまだ釣れました。アジゲット。さっきとサイズは変わらないようですが、これも結構引きました。結構腹がパンパンです。これは脂が乗ってそうです。こんなのがもう手軽ですぐ釣れてしまうっていうのがもう
たまらないです。綺麗な味やりましょう。今のところマイトを釣れます。前回とは違う場所で今釣りをしてます。というのも結構波が上がってきたので場所を変えました。ただ場所を変えても全然釣れます。しかも今日はライトカゴ釣りなのでこれも普通に食ってきます。楽しいわ。今自分一人しかいません。先ほどまで2名様ぐらいいらっしゃったんですけど、ちょっと前にお帰りになりましたね。いつものカゴ釣りと同じように当たりがなければちょっとしゃくったりしてしっかり巻き餌を効かせていくという感じです。お、来た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 、よし、誘ったら来ました。さあこれももちろんアジでしょう。よいしょ。潮長さを測ってみたんですが余裕の尺越えですね。33センチぐらいだと思います。いや十分十分すごいわ。マイトを釣れるんで休む暇がないです。これは最高だな。結構足場が高いんですけど網しか持ってきてないんで棒を持ってきておりません。なので釣り上げて今やっているっていう感じです。アジは口が柔らかいのですぐ切れて落ちてしまうんでそこだけは注意しながらなるべく網ですくいたいんですがなかなか不器用なもんでうまくいきません。こういう軽くしゃぐっただけでもう巻き餌が出ていくのでそれでアジが食ってきてくれるんでこれは面白い。ミニタルカゴの時もそうでしたけども浮きが入っていく瞬間がもうたまらないですね。こうやって夜釣りでのんびり釣りするのもいいです。怪しい動きをしててしばらく待ってこなかったら多分餌がずれていると思うのでまだ回収をしながら付け直すという感じです。今回はかからなかったです。でこういう風に餌がずれて丸くなってるやつもうこういうのは食ってきません。お、来た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 。ほぼ着水みたいな感じで来ましたね。気がつけば1名様いらっしゃいました。アジ釣りでしょうか。だからもうものの短時間で尺アジ連発でしたからね。今日も結構船が出てます。まあイカ釣りだと思いますけどただイカもいいですけどもこのアジの魅力がすごいです。来た来た来た。よし、浮きがギューンと入りました。あ、結構重た。まだまだ釣れます。ちょっとよく開けてきましたが早い時間帯で来てたらもっともっと多分釣れると思います。アジの調理が楽しみです。何食べようかな。結構体高がすごいんですよ。で重みあるんでこれはかなり油が乗ってそうです。このスプーンもかなり便利ですね。手が汚れにくい。前回はもう汚れすぎてかなり臭かったんで。さあちょっと明るくなってきましたが夜釣りとは違ってどうなんでしょうか。スーパーでああいう尺アジはいくらぐらいするんでしょうか。なんか結構高そうなイメージがありますけど補選をしなくてもこういう近場でちょっとも歩きますけども手軽にできる釣りでああいう尺アジが釣れるんだったら自分はもう何度でも足を運びますね。ダリさんも言ってましたけどもああいう尺アジが釣れることによって結構上位の釣りになってます。おお、来た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 。おお、浮きがギューン入っていきました。これも大きいぞ。よいしょ。これも大きいですね。おお、めっちゃ暴れる。こういうアジの中でも縦にこういう模様が入ってたりするのでで今回のやつは入ってないです。なんか違いがあるんですかね。自分はちょっと分かりませんがまあそういう変わったアジも前回同様今回も釣れました。
やっぱりサイズが大きいのでドラッグがちょっと出ますね。同じところにできるだけ投げるようにするっていうのと、あとは足元の注意、餌の付け方などは前回同様に注意しながらやっております。朝まずめじゃん。もう日が昇っていくにつれてアジの気配が薄くなりました。やっぱり夜釣りがすごい食いがいいんでしょうね。いつものカゴ釣りだったら棚を微調整して餌の具合を確認していくんですが、今日はほとんどやってません。初めと同じです。こんな釣りがあっていいのかどうか。来た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 、よし来たぞーい。結構待ちましたね。あーなるほど、これサバじゃないでしょうかね。いや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 、ちっちゃいサバが釣れました。アジの動きはもう全くなくなりました。サバがいるからでしょうか。今までずっとサバは来なかったんですけど、急にこういうサイズが出始めました。今日最小のサバゲットしました。はい、ということで帰ってまいりました。疲れましたけども非常に面白かったです。今回釣れたアジを使って塩焼きを作っていこうと思います。それがこちらになります。すごくないですか。めちゃくちゃでかいですよ。もう器からはみ出てます。すごい肉厚。これは楽しみです。では早速いただこうと思います。ではいただきます。これはやばい。皮とかもすぐ剥がれますからね。いただきます。うん、うまい。弾力がすごいです。あと肉厚なんで、しかも脂が乗ってます。これはめっちゃうまいわ。しっかりと血抜きもしてあったんで、よりうまさが増しております。これスーパーで買ったらどれぐらいするんですかね。塩焼きはシンプルなんですけども、これが僕は一番好きです。とレモンをかけて、これでまた味も変わってより楽しめるということです。この皮もね結構うまいんですよ。あっさりしててレモンも合います。この肉厚ですよ。すっごい食べ応えがすっごいあります。やっぱり大きいサイズなんで骨もすごい大きいんですけど、そんな調理する時も手間なく、やっぱりサイズが大きいと楽でした。ごちそうさまでした。美味しかった。今回はライトカゴ釣りでアジをすることができました。尺アジオーバーのアジばかりでした。ほとんど仕掛けも変えておりませんし、餌も前回と同じものを今回使ってみました。引きが楽しめて、なおかつ今日は人もいなかったので、もう開放的に釣りを楽しめることができました。まあ夜釣りだったので足元十分注意しながらやってたんですけども、しっかりとお土産も確保できました。今日気づいた点として、夜明けとともにアジの姿が全くなくなりました。原因はわからないんですが、アジがいなくなってからこんなちっちゃいサバが餌を取り始めました。後半は全てそういう感じでした。なのでおそらくですけど、夜釣りしかああいう大型のアジというのはいないんじゃないかなと感じました。これも今後また検証していきたいと思うんですが、尺アジを狙いたい方は夜釣りで行かれた方が釣れる確率が上がると思います。もしかしたらライトカゴ釣りであったりミニタルカゴ以外で遠投さびきなんかでももしかしたら釣れるかもしれません。釣って楽しめて食べて美味しいアジ、家庭の人気のアジ、ぜひ皆さんで試してみてはいかがでしょうか。ということで本日の動画をこれにて終了いたします。ご視聴ありがとうございました。